はい、どうも皆さん、こんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。今日はですね、皆さんペットショップでよく見られると思うんですけど、春牧草ってありますよね。あれをね、先日、ご視聴者様からクリスマスプレゼントとしていただいたものがあるので、今日はね、モルちゃん5匹たちにね、5匹のモルちゃんたちに食べてもらいたいなと思ってね、動画にします。で、まあ、これもね、前回紹介したと思うんですけど、モルモット専用の食べやすい、モルモットが食べやすいお皿、これで食べてもらいましょう。じゃあね、早速菊之助くんと息子くるみくんね、呼んできましょう。ちょっと、はい、どうぞどうぞ。おい息子くん、撮影になるとあんまり食べないんですよね。これ美味しいでしょ。お部屋だとね、落ち着かないのか、そわそわしてますね。あ、どっか行っちゃった。さっきセロリをね、おやつであげたから、もしかしたらお腹がいっぱいなのかもしれませんね。ん？あ、いた。そうそう、この牧草の匂いだからってことは、好きな匂いだと思うんだけど、そうそう、それ食べて。お、菊之助くん食べ始めた。すごい音が聞こえると思うんですけど、デグーちゃんがね、回し車ずっと回してますね。僕にもちょうだいよっていうアピールでしょうか。めっちゃかじろうとしてくる。ウサギの方でもね、同じように撮影したんですけど、いやー、ここでね、素直に食べてくれる子よりも、なんか自分のケージに戻って、ね、牧草フィーダーに入れてあげたら、ね、いつも通り食べるっていうか、いつもよりも食いつきがいいっていうパターンが多かったんでね、ちょっと今日はね、まあ、時間を長めにこうお部屋でこう、あっ、今おしっこぶっかけたね、息子に。縄張り争いかね。こんなこと、まあまあやってたけど、最近落ち着いてたんですけどね。またやっぱ息子と親父のちょっとね、なんか下克上じゃないけど、そういうのがあるのかな。じゃあそろそろ女の子たちにバトンタッチをしてみましょうか。
はい、さあ食べるかな女の子たち。まずはあきみちゃん、またすぐ呼んでくるからね、そわそわしてるけど。はい、ゆきみちゃんも一緒に加わって、そしてみみちゃん、はい。さあしばらくはね、こう慣れない空間にこう戸惑うかもしれないですけど、あー食べる、もう食べる、そう、美味しいよ。男の子たちもね、今ケージの中でハマってます。まあ、お家の中でね撮影ができたらいいんですけど、お家がね撮影用に作ってない、あのすごい、あのなんて言うんだろう、地味な感じなんでね、やっぱこうやって お外でお部屋で食べてるところをね皆さんにお披露目したいなと思うんですけど、お、あきみちゃんどうだ、なぜかお皿を舐めてる。すごいなんかカメラの前を行ったり来たりでわちゃわちゃしてますね。お、食べた食べた、なんか咀嚼音が聞こえた。なんか程よい距離感を保って食べてますね。ソーシャルディスタンスかな。みんな調子よく食べ始めた。どうした？どうしたの？あ、ほら、かじっちゃダメよ。
はい、ということでね、普通にまあこの空間の空間に自分がいるっていうことも慣れて食べてくれますね、普通に。でまあお部屋に戻るとね、まあ、もちろんですけどもっとね食いつきは増すと思います。いや本当にクリスマスプレゼントありがとうございました。公開するのは、まあ、年が明けて2023年になってからになってるとは思うんですけれども、本当にありがとうございます。また今年もよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回の動画はこれで終わりです。他にもね、うさぎ7羽にあげた動画もあるし、あとはね、デグちゃんにも今からあげようと思うんですけど、まあチャンネルによってね、公開タイミングにタイムラグがあるかもしれないので、まあよければそれぞれのチャンネル、まだの方はぜひ登録もよろしくお願いします。では、ね、今年もより一層この可愛いモルちゃんの動画お届けできるようにより一層頑張りますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も最後までご視聴ありがとうございました。他のモルちゃんの動画もたくさん、チャンネルの中にあるので、よければチャンネル登録してまた、時間のある時に見てください。他にもね、今画面に出てる動画やチャンネルもおすすめですので、よかったらねそちらも覗いてみてください。では今日は最後までありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。